こんにちは、むたまです。今回第230回の神様でようやく優勝することができたんで、そろそろキャラランクの一つでも作っていい実力かなと思い作成してみました。ついでなんでジュリアの愛称表も同時に作りました。ただしむたまはオンラインしかやってないので、当然ながらオンライン前提のキャラランクになります。また私はガチタイマンだとジュニアしか使ってないんで、相当情報に歪みがあると思いますけど、そこはご了承ください。一応大会の動画見てデータ収集とかしてますけど、ランクの判定基準は大会実績はもちろん、実績がなくても強いと感じたやつは上に向いています。逆もしかり、オンライン強いことで飛び道具の性能は重要視してるかも。視聴者からすると納得いかない部分も多々出てくるでしょうが、キャラランクなんてそんなもんなんで、軽く流してみてください。ではどうぞ。D ランクから。クルールはね、いろいろ足りてない。足遅い、口遅い、体でかい。その割に対して技が強くないっていう。パワータイプではあるけど、クッパと比べると差がありすぎっていうか、まあ、クッパが化け物なんだけど、というか、クウエの全体フレーム何やねん。いくら浮くからっつって長すぎるでしょ。その、クウエ連打で浮遊されるのが嫌なんでしょうけど、別に2回目から浮かないようにすればいいだけであって、あれは全体50ぐらいでいい気はしますけどね。設計ミスだよね、あれは。今の性能でも、王冠と大砲でガンマチ設定すればやれなくもないのかなと思いますけど、微妙にスキレ改正で安直に負けないっていうね。特にパイレツキャノンの弱さって、ジュニアの大砲の弱さがちょっと影響してると勝手に思ってるんですよね。本当だったらもっと隙少なくていいんだけど、ジュニアの大砲が全体72だからなみたいな感じで引っ張られてるんですよね、これ。結局のところ全体64も72もどっちも遅いのに、感覚が麻痺しちゃってるんですよね。サムスとかリンクみたいな飛び道具持ちがいる中で、こんな普通の飛び道具じゃダメってことですよね。ジュニアとの相性はジュニア有利ですね。地上戦だけだと何とも言えないんですけど、復帰に上 B を落とすだけで勝手に死ぬんですよね、このワニ。下手すると1回かけ外に持ってくだけでワニ側ゲームオーバーなんで、ただ私まだ全1クラスのワニと対戦したことがないんで、すんごい強いクルールとやればまた評価変わると思います。スマンメイトとか大会にあんまいないんでね、クルール。あとはアップデート強化来たりしたらまた変わるでしょうし、ただそれでもジュニア B 有利は硬いでしょうけどね。リトルマック、今作なかなか結果出しませんよね、マック。もちろん今でも怖いキャラではあるんですけど、大会が2ストックから3ストックになったせいなのか、スマブラ4だと先に1ストック先行して2スト目 KO パンチ当てて勝ちみたいな勝ちパターンもあったんですけど、あと空中攻撃が強くなったこの世代で空中技が全部雑魚っていうのが致命的なんですかね。それとヘイトが高いキャラだから強化しようにもしにくいっていうね、コンセプト的に強化しづらいのもあるんでしょうか。空中横 B 潰された時は復活させてもいいんじゃないかな。他のやつみんなそうだし、ジュニアとの相性はジュニア B 有利かな。復帰阻止が通ればあっさり試合終わるけど、向こうが KO パンチ当てれば全然あるので、そこまで有利ってわけではないですね。プリン、プリンはさ、マックと同じでコンセプトが弱いの。マックは地上特化で、プリンは空中特化だから、どっちかの技が弱く設定されちゃうんですよ。つまり戦法に幅が出ない。ひたすら空中に逃げて牽制し続けて、攻撃が通ったら外に追い出して不起訴しするっていう、どっかのジュニアみたいな戦法がベストになっちゃうんですよね。だからもうプリンは地上技強化するしかない気がするんですけど、投げ強くするとか。もしくは B 技強化。転がるのため時間半分にするとか、歌うの範囲 1.5 倍にするとか、ラリホンみたいなクソ技がありなんですから、歌う強化もいいと思うんですけどね。ジュニアとの相性はジュニア B 有利ですかね。お互い牽制で空前振って、それが通るまでずっと空振り繰り返すっていう不毛なカードなんですけど、お互いガチればガチるほど時間かかっちゃうんですよね。性能低いキャラってこうなっちゃうんですよ。ローリスクで振れる武器が少ないからもう仕方ない。逆に強キャラの方がテンポ良くなるから、このゲーム。次に C ランク。まずはガノンですね。こいつ B でもいいかなと思ったんですけどね。ナイス、技が強い。威力高いし、吹っ飛び強いし、着地隙も短め。クエヌなんかは間違いなく S ランクの性能でしょう。ただ、復帰性能が最低。こいつ飛び方悪いとほぼ潰んですよね。もう使い手の努力とか関係なく。カウンターでたくれない分、マックより悪いかも。こういう覆しようのない部分があるんで C かなと。逆に復帰力が上がれば、こいつはそれだけで A 以上は絶対ありますね。下手したら S。絶対戦いたくないわ、復帰の強いガノンとか。ジュニアとの相性は当然ジュニア有利です。ただ復帰を全部殺せる前提でも、パワーで押し切られる場合もあるんで、怖い相手ではありますけどね。イドリー。
このキャラちょっとコンセプトがまず分かりづらいんですよね。足速くて移動投げ持ちで市場リーチが長めでスマッシュが強いっていろいろ揃ってるように見えるけど、いまいち振るわないというか中途半端というか、体でかすぎるし意外と軽いし着地狩りに弱いし復帰も弱めだし、長所5短所5って感じのキャラ。スマブラは長所8短所2ぐらいじゃないと強キャラになれないんでまあこのランクですね。空中速度もうちょい速ければリドリーの強襲する感じが際立っていいと思うんですけどね。ジュニアとの相性はジュニア B 有利ですね。復帰阻止が刺さるんで。リドリーの上 B って判定は結構強いんですが、ジュニアのクラウン爆弾って相殺判定ないんで、上 B してればどんだけ判定強かろうと復帰阻止いけるんですよね。まあ、そこがジュニアの大きな強みなんですけど。ガオガエン、アップデでリベンジの倍率上がってからは少し怖いキャラにはなりましたよね。相手はリベンジ怖くてドブドブ打ちたくないんで、インファイトせざるを得ないという。ただ肉弾戦オンリーでも上位層には普通に立ち回り不利っていうね。機動力がなさすぎる。このゲーム機動力が読み合いの幅の広さにつながるんで、それがないのは致命的。リーチもないし。でもこいつこれ以上どうやって強化すればいいんだろう。 NB 中ボタン連打すると浮くとかどうですかね。ジュニアとの相性はジュニア B 有利で、復帰もあまり強くないんで、まず横 B で復帰距離を稼がないといけないんで、その間に殴られちゃうんですよね。ただメカクッパや大砲にリベンジができるんで、こっちもインファイトしなきゃいけないんで、ガン有利ってわけではないですけどね。シズエ、個人的に弱い印象はないんですけど、村人と違って横 B の埴輪がない分立ち回りでマイナスなのかな。その分崖に追い込めば地雷で詰められるという感じ。強化するとしたらつかみの発生とかかな。村人と違って埴輪で固められないから多少速くても問題ない気がする。ジュニアとの相性はジュニアビフリですね。向こうは設置技あるけど、こっちのメカクッパは封印されて振り背負わされるんで、復帰阻止持ち込めれば全然いけますけどね。ピチューここなのって思われるでしょうが、私はこんぐらいピチューは安定感ないからだと思います。オンだとなかなか繊細な立ち回りできないしね。もちろんオフだと別ですよ。ニエトノさんすごいしね。ただオンラインだと重要になる飛び道具が打てば打つほど自傷する仕様じゃないですか。これがガチで弱い。タイピチューで困ったら飛び道具かわし続ければいいだけだから。そうするとピチュー側は NB を封印せざるを得なくなって肉弾戦しかできなくなる。体重軽いのにね。無料技ばっかのスマブラでこれはかなりきついですよね。スマブラ界の豪気とか昔は言われましたけど、実際違いますよね。豪気は飛び道具強いもん。ピチューはスマブラ界の常識人って感じ。スマブラっていう不条理なゲームで理不尽要素をできるだけなくしたキャラがこいつ。当たり判定が小さいっていう歪みが昔ありましたけど、それもなくなりましたしね。だから自傷技はもうちょい強化してもいいと思うんですけどね。リンクやサムスがノーコストであんだけ強い技持ってんだしさ。まず空前をフルヒットで 21% にするじゃん。で空下の発生を8フレにするじゃん。で NB の後隙マイナス5フレにするじゃん。とりあえずこんぐらいすればピカチュウにも立ち向かえんじゃねえかな。ジュニアとの相性は五分です。立ち回りは不利なんですけど、 NB 避けてれば勝手にダメージ溜まるんで、でピチュー側が飛び道具やめたら肉弾戦持ち込んでなんとか勝つって感じですね。ジュニアってチビキャラ相手だと空中攻撃がすごい当たりにくいんですけど、ピチューは結構当たってくれるんですよね。そこがありがたい。なんか8キャラ紹介するだけでびっくりするぐらい時間かかったんで区切ります。